こんにちは。今回は、容態のそうです。を一緒に勉強したいと思います。じゃあ、始めましょう。こちらを見てください。容態とは何ですかうん。容態とは、見て自分が感じたことに使います。見ますですね。これがとても大切です。うん。ただ、見てすぐにわかることには使えません。 今、男の人二人いますね。彼は背が高そうですはダメです。この右側の男の人ですね。うん。その時はもう見てすぐわかりますから、彼は背が高いですと言います。うん。注意してください。うん。で、今度、動詞のマス形にそうですを使います。 そして、意形容詞は、この意がないのに、そうですを使います。例えばうん、美味しいです。美味しそうです。と言いますね。で、今度次。今度、な形容詞の時は、そのままそうですをつけます。だから、暇ですは暇そうです。真面目な人の真面目ですね。真面目そうです。 と言いいまますすこのように使います今度,次です、うんうん、今度形容詞「そうです」の形は「そうではありません」の形もあります。否定ですね。もう一つは「なさそうです」があります。この2つあるんですけど意味はほとんど同じです。変わりませんね。 だから、うん、例えば、美味しそうです。これは美味しそうではありません。でもいいですし、美味しくなさそうです。という言い方ができます。意味はだいたい一緒です。今度は次。動きや変化の動詞は、そうにもありません。を使います。うん、そうですね。落ちそうです。 荷物が落ちそうです。は、荷物が落ちそうにもありません。と言いますね。他には、そうもありません。そうにありません。も使うことができますから、荷物が落ちそうもありません。荷物が落ちそうにありません。もいいですね。これは3つあるんですね。そしてこれは、命題か、 モモダダリリテティィ認識的モダリティですねちょっとこれは研究者によって考え方が違いますので分かりません。ただこの動画の中ではこの腰体の層ですは認識的モダリティとしてこの話を進めていきたいと思います。んなんか女の人が <laughs> なんかケーキ、チョコレート、アイスクリームを我慢している。<laughs> 何でしょう、これ。あ,あ美味しそうですですね。<laughs> そう、美味しそうですの例としてイラストを書いていましたね。私、忘れていました。はい。<laughs> はい、今度、次。うん。で、全部で3つあるんですが、最初は、あの、事態発生の直前のそうですです。うん。事態発生の直前のそうですは、 うん、目で見た情報で言いますねだから今下になんかろうそくあるでしょこれをろうそくと言いますねうんなんか溶けてしまっていますから、うん、もうすぐ火が消えそうですと言いますね消えます消えそうです、うん、マスケにつきますね、うん、そう動詞のマスケそうです消えます消えそうです 次、うん。何かが起こる前の様子を言います。そう。まだ火は消えていませんね、うん。もうすぐ起きますよ。もうすぐ消えますよ。火が消えそうです。と言います。うん。他に今にももうすぐですね。こういった副詞と一緒に使うとなおいいですね。もっといいですね。うん 今にも火が消えそうです。もうすぐ火が消えそうです。と言うといい日ですね。うん。で、今度は例文を見ます。うん。1番。空を見ます。あ、今窓がありますね。空見ますね。もうすぐ雨が降りそうです。と言います。うん。そう、私は今雲を見ましたね。 この雨が降る雲を雨雲と言いますね、うん。雲を見ました。雨雲を見ましたから分かりました。もうすぐ雨が降りそうです。じゃあ今度2番。うん、荷物が落ちそうだったので急いで走った。うん、今度は前の文にも使えますね。荷物が落ちます。まだ落ちていませんね。荷物が落ちそうだったので、うん、急いで走った。 そそううでですすの普通系はそうだったですね今度3番ボタンですボタンが外れそうな服を母に直してもらった。うん、これ今度はあの「そうです」は「そうな服」という言い方で連帯就職名刺につけることができますね、うん。でもまだ外れていませんよ。もうすぐですよ。<laughs> だから直してもらいましたね。 じゃあ今度次、練習1です。火消えます。ドア閉めます。例文を見ます。火が消えそうだったので窓を閉めました。そうですね。まだ消えていませんが、なんか風が強い時に、なんか火をつけているとろうそくでもいいですが、<laughs> その時火が消えますね。消えそうですね。だから窓を閉めます。2番、もうすぐ信号変わります。 待ちます。例文を見ます。もうすぐ信号が変わりそうなので、待ちました。うん、今度はあの,のでの前ですね。これ、普通形につきますね。のではね。その時はあの、なきよしと同じですね。そうなと言いますね。うん、もうすぐ信号が変わりそうです。うん、もうすぐという福祉と一緒に使いますね。まだ変わっていませんね。待ちますよ。 もうすぐ信号が変わりそうなので急ぎました。ダメですね。<laughs> 必ず待ってください。はい。じゃあ今度3番。木、倒れます。近づきません。うん、例文を見ます。木が倒れそうですから。近づかないでください。うん、今度はの空の時、前は丁寧形を使いますね。もうすぐ木が倒れそうです。危ないですね。 近づかないいいでくださいと言いますそうこれはの事態発生の直前ですからそれがまだ起きる前もうすぐ起きそうですの時ですねこういう時に使いますじゃあ今度2番目は予測のそうですそうにもありませんですねうん予測のそうですそうにもありません これは目でで見た情報で言いますね、うん、この目で見た情報があります。下に男の人がいますね。何か情報がありますね。その時、そうです。を使います。うん、これも動詞のマス形、そうです。ですね、うん。これから起きると思うことを言いますね。うん、例えば、うん、これから、うん 日本の株価が下がります。下がりそうです。と言いますね。これはあの見た情報で言います。さっきの直前の言い方ではありません。まだ将来、未来は分かりませんね。データで多分そうじゃないかなと思います。この時にそうですを使います。うん 時間の言葉や福祉と一緒に使うことが多いですね。じゃあ、例文を見ましょう。うん。今度は上がっています、ね。<laughs> はい、1番。うん。7月上旬なのに暑い時ですね。<laughs> はい。その時は私は予測します。今年は暑くなりそうです。と言います。うん。 例えば7月だけども8月とかそういった、うん、時暑い、もっと暑くなりますね、日本は。その時は今年は暑くなりそうですと予測ができます。で、今度は次。天気予報を見ました、うん。しばらく全く雨が降りそうにもないので困ると言いますね。うん、天気予報を見ていると、うん、未来、将来のことがわかりますね。 予測できますね、うん、ずっと晴れ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 ,晴れ <laughs> そうするとあもしかして2週間3週間ずっと雨が降りませんそれを予測できますねそれは私が天気予報を見ましたか、うん。その時そうにもない、うん、そうにもありませんの普通系がそうにもないですねで今度3番ニュースを見ました うん、4月から小麦の値段が上がりそうです。うんそう今例えば11月12月です。その時に値段が上がりました。<laughs> それを私はニュースを見ていますしデータを知っていますね。その時「あ,あ今度は次1月も2月も3月も小麦ありませんから4月から小麦の値段が上がりそうです」と予測できますね。 今度練習です、うん。渋滞します。急ぎます、うん。渋滞しそうですから急ぎましょう。と言いますね。どうして分かりましたか車がたくさんあるのを私が見ましたから予測できますね。渋滞しそうですから急ぎましょう。で、今度次、2番。米がなくなります。買います。例文です。うん 米がなくなりそうですから買ってきてください、うん。今なんか子供たちがたくさん食べていますね。だからすぐなくなりますね。もうあまりないですから、うん。その時はなくなりそうですから。買ってきてください。予測しました。今度3番。若い人少ないです。人口が増えます。例文です。うん、若い人が少ないので、 人口が増えそうもないですねこういった時あの否定の時はそうもない、うん、を使いますねまたはそうにないそうにもないでもいいです同じ意味です、うん、そうデータを私は見ていますね若い人が少ないだから人口が増えません多分増えません予測します増えそうにもないと言いますねこのような時にこの予測のそうです そうにもありません。を使います。はい。今度3番目の外見からの容態のそうですですね。うん。そう。外見からの容態のそうですは、うん。目で見た情報で言います。これは1番の時もそうでしたし、2番もそうです。そして3番も一緒です。この容態のそうですは全部目で見た情報ですね。うん。そして接続です。 うん、イケヨシはイがありませんこのソですだからおいしいそうですじゃなくておいしそうですと言いますね。うん、これおいしいそうですだと伝文のそうですになりますから気をつけてください。そしてなきよしの時はそう今下の彼を見てください。暇そうですね。<laughs> そう暇なそうです。暇だそうですじゃあ,ありません。 暇そうですと言います。暇だそうですは伝聞のそうですですから違います。うん。で、今度、うん。見て自分がそう思ったことや感じたことを言います。これが外見からの様態のそうですですね。じゃあ今度例文を見ましょう。1番。このケーキは美味しそうです。そう。女の子が今やった。 <laughs> はい、ハッピーバースです,ですね。今日誕生日でしょうか、うん。美味しそうです。もう食べたことがある人は、このケーキは美味しいですと言います。つまり、彼女はこのケーキ初めて食べます。<laughs> そういう意味があります。今度は2番、うん。彼は毎日ゲームをしていますよ。暇そうですね。と言います。うん 本当に暇かどうかはわかりません。ゲームで忙しいかもしれません。<laughs> でも、私が思いました。暇そうです。遊んでいますから。<laughs> と言いますね。で、今度3番。彼女が嬉しそうな顔をしているので、聞いたら結婚するそうだ。いいですね。うん、結婚しますね。で、この嬉しそうな顔、名詞につけるときは、そうなで、 亡きよしと同じ、うん、連帯就職をしますね。うん。そしてのでですね。これ、あの、前の文ですね。従属説と言います。で、そして、その彼女に聞きました。結婚するそうだ。そう。前のそうだは、妖態のそうです。ですね。外見からの妖態のそうです。でも、後ろのそうだは、これ、伝文のそうだです。どうしてわかりますか結婚するが、普通形ですから。 <laughs> そうですね。うん、その時は、うん、この伝文のそうだということが分かります。気をつけてください。じゃあ今度練習です。1番。ドリアン、匂い、おいしくないです。例文を見ます。うん、ドリアンは匂いだけだとおいしくなさそうです。うん、今度否定の時はなさそうですを使いますね、うん。でもこれはあの 見てるんですけども、うん、匂いも重要ですね。その時に、あの、匂いだけだと美味しくなさそうな形をしていますから。<laughs> うん、美味しくなさそうですで。今度2番。毎日忙しいようです。そうじゃありません。例文です。彼は毎日忙しいようですから、元気そうじゃありません。うん 今度はね、ようです。あのー、推測のようです。も一緒に使っていますね。うん。これは彼が毎日忙しいという状況を私が知っていますから、忙しいようです。を使います。で、私が今彼を見ました。元気そうじゃありません。<laughs> これが外見からの容態のそうです。ですね。で、今度3番。赤い、辛い、カレー見ます。汗が出ます。 例文です。赤い辛そうなカレーを見ただけで汗が出てきました。うん。辛いかどうかは分かりませんね。まだ食べていませんから。でもとても赤くてはい <laughs> 辛い気がします。辛そうです。うん。そのカレーを見ると汗がいっぱい出てきますね。<laughs> このような時に見た時にそうですを使います。うん。 はい。じゃあ、今度、容体のそうですのまとめですね。うん。一番目は、事態発生の直前がありましたね。例えば、火が消えそうです。ボタンが外れそうです。荷物が落ちそうです。うん。あ、もうすぐ起きますよ。みたいな時に使うのは、この、事態発生の直前の容体のそうです。ですね。で、今度二番は、 予測ができました。何かのデータがあります。あ、小麦の値段が上がりそうです。それは1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後の未来ですね。で、これから人口が減りそうです。もうこれは5年後、10年後、20年後になりますね。そういった時の予測。で、3番目は外見からの容態これはあの、形容詞異形ヨシとなケヨシ使いますね。うん、例えば、あ、 おいしそうなケーキ。おいしそうです。と言います。あとは彼見て、あ、暇そうです。というふうに言いますね。うん。この3つの容態のそうです。とても大切です。そして伝文のそうです。もあります。間違えることが多いです。うん。気をつけて覚えてください。じゃあ、今回はこれで終わります。ありがとうございました。